父ちゃんお帰りなさい。ただいまお帰り。ああ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか。よーしよしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。待っててね、急いで終わらせるね。できた。聞かせて、村を出てからのこと。え？約束したよね、ほら、自警団のところで。あ、ああ、ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね、お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？
私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？お客さん多いんだ。人気なわけだお客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ行かなきゃ。ごゆっくり。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あ
ウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない。はあ？約束しなさい。分かった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ほら、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は死んだ社員だ、敵だろ。敵じゃない、みんなを守りたいの、お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配アイディングティファン。ティファン、いけるか。大丈夫。ソルジャー、マコード、シンガー、全部大嫌い。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。分かった。はい、よよ。大丈夫ですか。あっ、ティファ。はい、無事か。感想はいらない、他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達、一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ、今すぐ出るぞ。え、ここは危険だ。ダメ、まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすれば
コルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。よし、娘ども、ここに整列。見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひーほひー、お前にしようかな。それともお前かな。フォーキー、決めた決めた。今日のお嫁ちゃんは、今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい、その跳ね返り消し合ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃ、ほら。お前たち、俺とあっち。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人か。急いでクラウドを迎えに行こう。なあ、お前、闘技場の、何しやがる。エアリス捨てて。くる野郎、待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。人全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて、怖い噂もあるし。噂？列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだって。お化け？子供騙しだって思うよ、私も。でも早く抜けよう。これって、行ってみよう。
大丈夫、凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だそんなこと言わないで、なんとかして。分かったから離れてくれ。従って。うん。エアリス、近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。え、うん、お店まで案内お願い。任せてください、みんなのことよろしくっす。眠れないのか。うん、クラウドも。足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だこの前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、そのお花もなくなっちゃった。お店も家も全部。またなくなっちゃった。
やったじゃないか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった、北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん、じゃあ待ってるね。あ、目立つだろ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。やったね。ナイス。ヒーローなのに。